金英館は、大韓民国の軍人。韓国空軍創設者の一人。父に、金元。兄に金定列。1950年6月27日、P-51 を受領し、米軍将校から説明を受ける、韓国空軍要員前列左端が、金英館1921年1月に生まれる。1939年3月、 契機公立高等学校卒業。卒業後は津田沼飛行学校に入学。1944年関西大学入学。航空部におり学生航空の超人として有名であったという。1945年学と出陣して陸軍予備士官学校に入学。卒業後は砲兵将尉となり観光地区で終戦を迎えた。 1946年1月、軍事英語学校卒業、任意尉。位。第6連隊の創設に参加して、同連隊英中隊長。隊員の多くが、共産主義で意見が合わず、ついに集団で殴打される事件が起きると中隊長を、辞した。後に総司令部高級副官。1947年4月、東英部情報局長代理。米軍顧問を説得して、 1948年9月1日に航空基地部隊が編成された。後に航空基地部隊は陸軍航空隊となり1949年10月に韓国空軍が誕生した。金英館は1948年4月に航空幹部要員として陸軍副評学校に入校して同年5月2日に卒業。朝鮮警備士官学校で米式訓練を受けて 5月14日、陸軍少尉に任官、陸軍航空総幹部に勤務した。1948年7月、陸軍航空基地司令部に配属され、副官権人事参謀。1949年3月から、空軍飛行団に移動して朝鮮戦争勃発時は、空軍飛行団参謀長であった。離婚席などと共に、マスタング総縦要員として、板た月に派遣される。 1951年8月、第1戦闘飛行団、第10戦闘飛行船隊長、同年9月、高量前進基地司令官。1952年6月、第1戦闘飛行団副団長。1953年2月、第10戦闘飛行団長、第1戦士機官として活躍した。1951年12月のパルチザン討伐作戦では、 ヘインジ爆撃命令を受けたが、高来八万大増教保護のため爆撃を中止した。休戦後の1953年12月、第1訓練飛行団長に就任。1954年1月、順将に昇進。同年3月、第10戦闘飛行団創設記念行事で、飛行中蒸気が墜落して死亡。ありがとうございます。